はい、アタリウキについての説明です。これアタリウキ B で、こちらも B。同じ浮力なんですけども、感度は、この防御ですね、棒のアタリウキの方が、感度はいい。でこっちの玉浮きを使って全然当たりが出ない時にこれを外してこの当たり浮きにすると、急に当たりが 出たりしますので、感度を重視するのでのこういう当たり浮きを使った方がいいです。ただ棚がなかなか深く取れないかったりする場合もあるので、まあ、あと円筒もできないので、まあ、そういう使い分けはありますが、感度はこちらの当たり浮きの方がいいです。